んにちは、スプレアートのめちゃんとメロちゃんです。ということで今日は国際結婚であるある、国際結婚あるある、空耳ということで、ベロちゃんとね、やっぱね、会話してるともう毎日が空耳のオンパレードで、オンパレードほらほらほら、オンパレードが何、どこにパレードがあるのみたいな。まあということで、さっきね、じゃとりあえず何個かあるから紹介していきたいと思います。海行ってね、海パン買わなきゃって言ったら何に聞こえたの？フライパン。海パン、海パン。なんでフライパンこれから買わないと。今から海泳ごうぜって言ってるのになんでフライパン買うんだよね。いや、なんか最近なんかウイルスの潜伏期間がって言ったら何？切腹なんでだよ。運転しててね、やばくねくねしてた道路行ってね、迷路みたいだねって言ったら、あ、メロン？メロンみたいだね。メロンみたい。お互い勘違いしちゃうことが多いんだけど、その勘違いで毎日喧嘩してて、行ったじゃん行ってないよ、行ったじゃん行ってないよって言って、で途中からどんなにどっちが怒っても喧嘩をやめるスペシャルワードを作ったんだよね。勘違いって言った瞬間、絶対に相手の話を聞かないといけないルールを作ったらね、だいぶなくなったよね、喧嘩ね。だいぶなくなったということで、まあそれでちょっとでも喧嘩止まったよとか、もっと喧嘩増えたよとかあったらコメントください。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴー。アディオス。